海と日本。太平洋を望む広尾町、町の特産物は昆布です。釧路の長昆布と日高昆布の両方の特性を併せ持ち、出汁が出やすいことで知られています。漁師の星博一さんにはある悩みがありました。どうしてもこう傷が入りますし、こうくしゃくしゃってなってますし、でこういうのが細い上がって選別したところでくず昆布っていうものにしか実際ならなくて、箱詰めするときに出る端材や色あせた昆布、どうしても商品価値が低いくず昆布が出てしまいます。美味しいのにもったいない。そこで星さん自ら開発したのが干しくず昆布です。この形状をすることで出汁を取るだけじゃなく、調味料として扱えるので、あらゆる料理に使えるっていうのが特徴だと思ってます。通常のカット昆布を基準値1にした場合、2ミリに砕くと2倍の速度で出汁が出ます。1ミリにすると今度4倍の速度で出汁が出ます。一番ポテンシャルを引き出せるんじゃないか。出汁が出やすく食べやすい大きさを追求した干しくず昆布、帯広で人気のフレンチレストランでは出汁はもちろんバターに練り込んで使っているそうです。すごく使いやすいです。短時間で濃い出汁が取れる。通常の板昆布の本当に10分の1ぐらいで同じぐらいの出汁の量が取れる。旨味成分のグルタミン酸たっぷり、料理を引き立てます。トマトと合わせたりとか、チーズ、あるいは豚肉とかキノコ、その他の旨味を持つものとうまくマッチさせるとより美味しくなるなっていうような。騙されたと思って一回パイナップルにかけてもらって食べてみてもらうと面白いなって思います。昆布漁や加工を手伝う体験観光も受け入れている星さん、干しくず昆布を通じて広尾町を盛り上げたいと話します。形、用途も含めて価値を最大化できる方法ならクズって呼ばなくていいよねっていう、一般の家庭に一番近い昆布っていうジャンルで疲労の名前が上がっていくといいよねっていう。海と日本。動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。